今回の動画のタイトルにもありますが、改めて皆さんに質問させてください。昨日もしくは昨日やってない方は一昨日とかを考えてほしいんですが、昨日皆さん何を勉強しましたか？もっと突っ込むと何を新しく覚えましたか？そして何を新しくできるようになりましたか？これが思いつきますか？改めましてどうも、愛知です。今質問されてパッてそのやったものとか覚えたものとかが出てきた方は、まあここで動画止めてもらっても構いません。あ、もちろんね、この後ちょっと確認のために見てもらえても嬉しいとこではありますが、そうじゃなくて何やったっけってちょっと時間がかかった方、もしくはノートとかを見返さないと思い出せなかった方に関しては黄色信号です。はい、結構良くない状態だと個人的には思ってます。で、何が黄色信号かっていうと、これ2つ言いたいことがある。で、嫌な言い方します。ちょっと気分を害されたらごめんなさいなんですけど、でもちょっとズバッと言いたいことがあって、まず1個はそれ時間無駄にしてませんかっていうのが1つ言いたいことで、もう1個に関してはそのやったものを定着してます。定着率が低いまんま次ってやって、あまりこう実力が上がってない勉強法になってませんかっていう、この2つを改めてちょっと自分を見返すきっかけになってほしいなと思って、今回このテーマにさせてもらいました。少し話がそれるんですけど、私知り合いに昔あることを聞かれたんですよ。で、何聞かれたかっていうと、これ皆さんもちょっと思い出してほしいんですけど、皆さん昨日の夕食メニュー思い出せます？今パッて、はい、3秒、3、2、1、はい、私餃子だったんですけど、餃子とチーズ餃子焼いたんですが、で、これを思い出せるかいって言われたことがあったんです。で、私はその時言えなかったんですよ。あれなんだっけ昨日の夜みたいな。で、それって良くないと思うって言われたんです、その知り合いに。どういうことかっていうと、それは食材とか作ってくれた人、まあ自分当時まだ実家だったので、まあ、母親か父親が作ってくれたと思うんですけど、作ってくれた人に関してもそうだし、食材に関しても感謝の気持ちがないよねって。それって失礼じゃないって言われたんですよ。結構自分の中でっていうちょっと不意打ちだったんですけど、でも徐々にね、月日が経って、で、まあ息子も生まれて、こうご飯をねより作るようになってからはすごくそれを感じます。食材への感謝もそうだし、作ってくださる方への感謝の思いもそうなんですけど、その時間というか食べるっていう行為に対して、まあいろんなね食材とかもそうですけど、そのものに関して思い入れをちゃんと持っていればメニューは忘れないよって言われたんです。で、これはいろんな反論はあると思います。で、これ自分も言われて 100% そうだよねとはそこまで噛み砕けてはないです。ないんですけど、この発想って大事だと思うんですよ。で、なんで今こんなね、ちょっと別の話をしたかっていうと、勉強に関しても同じことが言えると思ってて、皆さん勉強するのと、例えば自分の娯楽、それがゲームなのか、まあ、YouTube 見るのか、まあね、テレビ見るかわからないですけど、まあ好きなことがあるじゃないですか。勉強するのとその好きなことをするのとどっちがいいですかって言われた時に、まあ多くの方がこっちを選ぶはずだと思うんですね。自分の好きなことをやりたいって。でもそれを我慢してね、それを時間を抑えて勉強に時間を割いたわけですよ。でもその割いたものに対してすぐに思い出せないっていうのは、気持ちがそこにこう向いてない、向く力が次々って、多分受験生とか特にそうなんですけど、あれもやんなきゃこれもやんなきゃって焦りとか不安がわーってなっていくと、さっきも言ったみたいにちゃんと定着させないまま次々ってなってる方が多くなります。これは今これ10月に撮ってますけど、11月12月はもっとなります。過去問どんどんやんなきゃ、どんどんやんなきゃって、やるやるって得点だけ丸つけて定着させないんですよ。できなかった問題を確認せずに次って言ってしまう。で、これをいっぱい過去問やったのに全然伸びないじゃんっていう、こう自分に対するダメ出しとか周りに対する文句につながっちゃう、そういう風になっていっちゃうんですよね。で、今回何が言いたかったかっていうと、その勉強したものを思い出せますかっていう質問は、ちゃんとやったことに関して自分の中で記憶にも記録にも定着できるぐらいに、もうちょっと落ち着いてごらんって、自分がやった、せっかくね、その遊びたい気持ちを抑えて使った時間、貴重な時間を使った、貴重なエネルギーを使ってやった勉強でしょ？それをもっともっと大事にして、もっともっと自分のレベルアップのために使ってごらん、使ってくださいっていうのが言いたかったんです。
それをじゃあ定着させるために何を具体的にすればいいのかっていう話、まあいろんな手法があると思います。ですけど、まあいつもね動画で言ってることですが、主に2つやってください。これは簡単なことです。で、まず1個に関しては自分が勉強したものを反復する癖をつけてください。で、反復って基本的に人はやりたがんないです。だってさっきやったことと同じことやるんですもん。めんどくさいって気持ちが出てきます。で、これは反復にも2つのやり方があって、まず1個は勉強机にきっちり座ってちゃんとやり直す。昨日とか一昨日とかやった問題をもう一回ちゃんと解くっていう。まあ、これは勉強ですよね。でもそれだけじゃなくって、例えば同じ日にさっきじゃ数学の問題で苦戦しました。で、解説読んでできるようになりました。それを後で別に休憩の時、YouTube ね、一本休憩で見終わって、次見ようかなって時にちょっとストップして、さっき何の問題やったっけ？ああ、そうだ。ああいう問題で、そうそう。ヒロシさんがまたな、財布忘れたんだよ。で、妹が追いかけてさ、みたいなことを思い出して、どういう問題で、どういう解き方をして、自分が何に苦戦したのかっていう。思い出す。いいですか？思い出すのって反復ですからね。それでもいいんです。で、思い出すなんてめちゃめちゃ簡単でしょ？だって書いてないし、労力かかってない。時間だけですから。だからきっちり勉強机に座って勉強するのも反復です。でも思い出す、さっき英単語を暗記したものを思い出すも同じです。思い出すっていうのを自分の生活の中にいっぱい入れていくんです。それはそんなに苦労することじゃない。で、この習慣をつけるだけでも定着率は確実に上がります。そしてもう一個、それは寝る前に今日できるようになったこと、やったことを思い出す。まあ思い出すは同じなんですけど、布団に入った時でもいいです。あとは寝る前の歯磨き中でもいいです。眠いって思いながら何やったっけ、英単語とかでもいいです。そうすると頑張ってね、思い出す作業をしていくと、あのページの右上の、そうそう、あの単語苦戦したんだよな、インタラスティング書きにくくてみたいなっていうなってきますから。だから自分の皆さんの人生の中で思い出すっていう習慣をとにかく定着させる。それだけでも定着率はググッと上がっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。で、最後、これは少し話がそれます。ちょっと自分からのお願いになるんですけど、特に受験生、これからメンタルがどん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 落ち込みやすくなります。そんなに安定してられないです。今も安定してない方いると思います。それがもっとひどくなります。その時に毎日、さっきの寝る前と同じなんですけど、寝る直前に今日自分の頑張れたことを一個だけ自分に言ってあげてください。できれば声に出す。まあ、皆さんね、まあ家族で寝てる時は声に出すと何言ってんのってなっちゃうんで心の中でいいんですけど、もし一人で寝てる方だったら声に出してあげてください。思うだけじゃなくて口に出すっていう声、耳に入れてあげるっていう声を褒めてあげるんです。一個でいいです。それは勉強じゃなくてもいいです。今日何かを頑張れた。例えばお母さんの手伝いができたとか、妹に優しくできた。何でもいいです。友達にこういうことを言ってあげれたら何でもいい。何でも小さなことでもいいんで、一日一つでいいから褒めてあげるっていうのをやってあげてください。1ヶ月で30個褒めてあげられます。でもこれは実際やってみると意外と難しいです。でも繰り返しやっていくと自分を褒めるっていう習慣が、ハードルが下がります。で、そうするとメンタルの安定にもつながっていきますので、こちらもぜひ試していただけたらと思います。ということで、いろいろ話してきましたが、ぜひ、まあ、この中の全部をね、やってほしいとこですけど、ちょっとピックアップしても構いません。一部でも構いませんので、皆さんの中で、こうね、生活に取り入れてもらえたらと思います。ということで、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。また来週月曜日、何か喋っていきますので、よかったらそちらの方も見てみてください。では、また今週1週間、頑張っていきましょう。それじゃ、またね！バイバイ！